ご視聴ありがとうございます。日本時間2022年1月18日の深夜、 ANA と JAL はそれぞれ1月19日以降の米国便で一部欠航するとの発表がありました。この報道の詳細は米国の大手通信会社の AT&T とベライゾンコミュニケーションズが19日に予定していた携帯電話の高速通信規格 5G のサービス拡大により、 5G で使用される電波が航空機の電波高度計に干渉する恐れがあるとして、対象となるボーイング777の米国乗り入れを回避させたとのことでした。今回は 5G と電波高度計の干渉についてアメリカ連邦航空局 FAA に掲載されている情報をもとに、現時点で分かっている情報をまとめてみました。なお情報は日々更新されていますので、情報が古い、間違っている、補足などはコメント欄に記載いただけますと幸いです。 5G 規格の通信システムとは、現在普及している 4G 規格を置き換えるものとして世界各国でサービスが開始されています。メリットは上記の通り、通信速度が高速であることや遅延が少ない、たくさんの端末を同時に接続できるなど、これからの労働力減少に対する遠隔操作技術や家電などのオンライン接続 IoT など、携帯電話以外のデバイスの通信を視野に入れた規格となっています。そのため、大量のデータを送信できる高周波数帯を使用することになっており、アメリカではすでにサービス開始されている周波数帯に加え、 C バンドと呼ばれる 3.7 から 4.2 ギガヘルツ帯を用いて、 AT&T やベライゾンコミュニケーションズがサービスを開始する計画でした。一方、電波高度計とは、航空機が一定の高度以下、約760メートル以下で飛行する際に使用されるもので、特に着陸時などに航空機の正確な高度を測定するものです。地上に向けて航空機から 4.2 から 4.4 ギガヘルツの電波を発信し、帰ってきた電波を測定することで正確な高度が分かります。電波高度計で測定されたデータは、計器着陸装置である ILS などでも使用されています。そのため、視程が良くない場合などでも安全に着陸ができるようになっています。今回、その 5G の周波数と電波高度計の周波数が近くなっていることで、電波が干渉する恐れがあり、その場合航空機の安全運航に支障が発生する懸念が上がっていました。なお、ボーイングは2018年 5G サービス用に使われる周波数の一部が電波高度計へ干渉する懸念を表明しており、2020年頃に C バンドを電波オークションで落札した通信会社側も、 C バンドでのサービス開始を2022年1月19日まで遅らせていた経緯があります。ちなみに 5G は米国のみでなく、日本やヨーロッパにおいてもサービスが開始されていますが、 FAA のサイトでは、なぜアメリカだけで問題が発生しているのか解説しています。これは一例として、アメリカとフランスにおける空港近辺での 5G の取り扱いを比較したものになります。空港の近辺においては、両国とも航空機の着陸コースに対して電波の干渉地帯を設けることになっています。フランスは着陸前の96秒間が対象であるのに対して、アメリカでは20秒しか対象になっていません。しかもこれは6ヶ月限定の措置です。またアメリカの 5G 基地局の瞬間的な電波の出力はフランスの基地局の約 2.5 倍であること、そして空港近辺の基地局はフランスではやや下向きにアンテナを立てているのに対し、アメリカは水平になっているなど、航空機に対しての考慮が少ないと FAA は主張しています。なお日本の場合は、総務省が電波高度計と 5G の干渉について検討を重ねており、
電波高度計が用いる周波数と 5G システムが用いる周波数の間に離格を設けていることや、アメリカと比較して出力が小さいので問題は発生しないとの見解です。また対象となる機種についてですが、現在 FAA やメーカーでの検証が続いており、2022年1月19日現在、低指定での着陸に対しても問題がない ILS 等が使用できると判明しているのは、ボーイングが717、737、747、757、767、MD-10、11、エアバスが310、319、320、321、330、340、350、380となります。なお、これらの承認があっても一部の空港のフライトは影響を受ける可能性があるとのことです。なお、追加情報として1月19日に JAL のホームページにおいて、 FAA よりボーイング777の運航に支障がないことの確認が取れたので、ボーイング777による米国便の運航を再開する旨の告知があったことを付け加えておきます。なお、ボーイング787については、滑走路が雨で濡れている、もしくは雪で覆われた滑走路に着陸する際には、電波高度計と 5G の電波の干渉によりエンジンとブレーキシステムが着陸モードに移行できず、滑走路で止まることができない場合があり、追加の予防措置が必要になると具体的な記述があります。 JAL や ANA はボーイング777を欠航させた時点で、ボーイング787に変更可能な便は変更して運航していたので、ボーイング787については追加の措置を行えば影響は軽微なものなのかもしれません。今回の動画はこれで終わりです。今回の件は、電波オークションで C バンドを落札した AT&T やベライゾンコミュニケーションズが空港近辺で航空機への対処をせずに高出力な基地局を展開したことがことの原因でした。現時点でリージョナル機やターボプロップ機のような小型機に関する言及がないのが少し気がかりですが、おおむね主要機種は問題がなさそうなので一安心といったところでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。